大阪市の橋本市長の資産が公開されました。市長は資産の公開の対象を普通預金などにも広げるべきだと主張する一方で、自らについては今は勘弁してほしいとしています。橋本市長の資産は定期預金などが900万円余り、有価証券がおよそ2000万円などで、知事時代から大きな増減はありません。資産公開の制度をザル法だと批判する橋本市長は、普通預金や親族の資産も公開対象にすべきだと主張しました。親族のものも自分自身の普通預金も、全てそれは出さなきゃいけないと思ってますしね。政治とお金のいろいろ国民の皆さんが不満に思ってるところ、そこは解決できないでしょうね。市長自身の普通預金については任意で出せと言われるかもしれないが、ちょっと今は勘弁してほしいとしています。